戸田海星は愛知県高浜市出身のプロ野球選手。宇藤右内。読売ジャイアンツ所属。高浜市立高浜小学校時代は一学年上の兄の影響で一年生の時から高浜郡で軟式野球を始める。野球を始めた頃からポジションは当主であった。高浜市立南中学校時代は愛知絹浦シニアに所属。同シニアでは 投手圏内野手としてプレーし、3年生の時には、第21回日本、リトルシニア全国選抜野球大会に出場した。元中日の投手だった、若林博康の誘いもあり、若林が監督を務める東京都の東海大、菅尾高等学校に進学。2年夏の都大会では、エースナンバーを背負って4試合に登板し、本戦の 第99回全国高等学校野球選手権大会では、背番号11をつけて、ベンチ入りし、1学年上の松本健吾と共に2枚看板の、投手陣で同校発のベスト4位置に貢献した。特に3回戦のタイヤ大森山田高校戦では、最高球速時速 144km を記録し、9回、6アンダー7奪三振1失点で完投する、高等を披露し、 三試合で防御率0.69の高成績を上げた。しかし、秋に肘の人体帯を損傷したことなどから高校を退学し、愛知に帰郷通信制高校の薬島大空高等学校へ進んだ。しかし、野球をやめるつもりはなく、転校後もトミー・ジョン手術や温存療法を行わず、ノースロー調整に取り組んだ。2019年6月に、 肘の故障が癒えたため、若林監督と相談したところ、四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスを紹介され、後期から入団。一年目はクローザーを担い、一失点も許さない投球で、リーグ優勝に貢献。グランドチャンピオンシップにも登板し、一敗を期するもに、セーブを挙げ、独立リーグ日本一にも貢献した。なお、規定によりこの年の戸田は、 NPB ドラフト対象外であった。2020年は先発に転校。AS として開幕投手に指名され、6月20日、開幕戦の対香川オリーブガイナーズ戦に先発登板。6回2失点と試合を作ったが、香川の年内広明の前に打線が沈黙し、3対0で敗戦を起死した。6月26日の対抗地ファイティングドグス戦で7回、 三失点の内容で先発初勝利を挙げ、8月22日の対香川戦では初の完封勝利を挙げた。9月5日の対福岡ソフトバンクホークス3、軍戦で5回無失点の投球を見せ、この日時点で28回連続無失点となった。この後も無失点投球を続け、同月22日の対愛媛マンダリンパイレーツ戦の5回に失点を喫するまで、 連続無失点記録を47回まで伸ばした。このシーズンは優勝したチームの主戦投手として9勝139奪三振の記録で、リーグの最多勝ち、最多奪三振のタイトルを獲得し、防御率1.24もリーグ3位であり、リーグのベストナイン並びに年間 MVP に選出された。2020年10月26日の2020年度ドラフト会議で、 読売ジャイアンツより育成ドラフト7巡目指名を受け、11月27日に支度金300万円、年俸400万円で育成選手として仮契約。背番号は020。スカウト部次長の暮松信介によると、早く0を取って、先発でも9円でも主力投手がつけるイメージのある背番号である20を目指してほしいという願いが込められている。 背番号とのことである。同年、徳島所属選手では、戸田の他に、森祐希、奈良崎瑠亀山秀樹、育木俊の、慶吾選手に、NPB からの調査書が届いていたが、京起が、広島東洋カープより五巡目指名を受けるも、他の選手の指名はされなかった。2021年の春季キャンプは3軍メンバーに、振り分けられ、前年の当番の負担から、 右腕のコンディションにやや不安があったため、大事を取って一時は、故障犯に振り分けられていた。4月17日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、イースタンリーグ公式戦初登板発先発。5回6安打3失点で降板し、349ながら6奪三振を記録した。2度目の登板となった同月24日の対、北海道日本ハムファイターズ戦で6回5安打1。 失点の高騰を見せ、2軍公式戦初勝利を手にした。以降、2軍の先発ローテーションに入り、6月6日時点で2軍公式戦6試合に登板し3勝0敗、防御率3.44の成績、3軍戦には2試合登板し2勝0敗、防御率1.50の成績を残した。6月7日に支配下選手契約に移行され、推定年俸420万円。 背番号は92変更となった。2020年に育成ドラフト指名された12名の中で、戸田が最も早く支配下登録を手にした。11日、中継ぎ要員として初の一軍昇格。大量点差のついた3試合に救援登板し、いずれも無失点に抑えたが、7月4日に登録を抹消された。同月15日開催のフレッシュオールスターゲームに、 選出され、6番手で登板し、1回を1安打、無失点に抑えた。東京オリンピック開催による公式戦中断期間中、7月21日に巨人内で行われた全軍混合で3チームによる7回3アウト制の変則的な紅白戦、リアルジャイアンツカップでは2回を打者6人の完全投球を披露し、関東賞が贈られた。 同じく中断期間中の8月4日、福岡ソフトバンクホークスとのエキシビションマッチでは、非公式試合ながら1軍初先発を経験するも、3回に失点で降板した。以降、1軍に最昇格することはなく、2軍成績は18試合の登板で87回、1、3を投げ、8勝1敗、防御率3.30だった。10月11日から開幕の教育リーグ。 第18回、宮崎フェニックスリーグのメンバーに入り、阪神との初戦の先発を任された。身長170センチメートルの小柄な体ながら、全身を使って投げることを意識したダイナミックな、投球フォームで、身長の低さを感じさせない高い位置のリリースポイントから、角度のついたボールを投げ込む。2020年からは、両腕を振りかぶってから一度上げた左足を止めてから、 もう一度振りかぶるように両手を頭上に上げて勢いをつける独特な二段モーションの投球フォームを採用している。二段モーションのほか左足を上げる際に軸足をヒールアップするのも特徴。巨人の担当スカウトの野間口隆彦からは体は大きくないがそれを感じさせないダイナミックなフォームで相手を圧倒するイメージと評された。直球の球速は 常時 140km 中盤を記録し、最速時速 150km を記録する。直球の切れが良く、回転軸はほぼ90度。変化球は、切れ味の良いスライダーのほか、カーブ、カットボール、チェンジアップ、スプリットを投げられる。特異球は、カットボールとスプリットで、スプリットは、左打者対策のために2020年から投げ始めた、球種である。 巨人入団後はフォークが決め玉とされている。四国アイランドリーグプラス時代は、脱三進率が優秀で、1年目は9.45、2年目はリーグトップの10.75という数値を記録し、2年目は脱三振王のタイトルも獲得した。1年目は吉支球がやや多かったものの、2年目は改善。先発17試合のうち、 死死球を3つ以上出した試合は2試合のみだった。徳島球団公式ノートでは変化球の請求力に長けていると評されている。一方で徳島2年目の監督の吉田敦氏はボールが全体的にまだ高めである点を指摘している。人見知りな性格。マウンド上では気持ちの部分で負けたらいけないという考えからやけにふてぶてしい印象を抱かせる態度をとる。 徳島監督の吉田は冗談めかして、正義な奴ですよ。若いうちはそれくらいがいい。いい子なだけじゃダメだし、負けず嫌いじゃないと、と戸田を表している。子供の頃からの憧れの投手は、川上健信。くしくも甲子園や徳島では、川上と同じ、背番号、11を背負った。ありがとうございます。